あやさんやってまいりましたけど、名古屋のガールズドリーム、はい、そのアルテミスを立ってきた中でドリームへの思いというのはどうでしょう。勝ってきた中で、うん、そのアルテミスを勝った、まあ、ある程度の満足感だったりやったなとか、まあ、価値は感じつつやっぱりもう一個上を勝たないとというような。そうですね、あの早くドリームで走りたいと思っていたので、うん、なんか勝ってなんていうんですかね、うん、なんか勝ったからっていうのは特になくて、やっぱり別のレースだと思ってるので、うんうん、まあオールスター一緒なんですけど、うんうん、まあ早くドリームレース、しかも名古屋で走りたいなって思ってたので、うん、はい、ちょっとまあ、あとはその荒川さんがちょっと出場の欠場の部分だったりで滑り込むような形になったけど、それは発表は見てどうですか。最初聞いた時はあの入ったよしか聞いてなかったので、あの光ちゃんがそうやってあの入ってて、でそれで繰り上げの上がりの形っていうのは後で知ったので、まあ、正直そのあれですね、繰り上がりなんですけど、まあ、上がれる位置にいたっていうのが、うん、その8位にいたので繰り上がれる場所なので、うん、まあ、そこにいただけでも本当にびっくりしたので、うん、結果走れるようになって、まあ、ひかりちゃんには申し訳ないですけど、うん、でも本当に良かったなって思います、うん、あとは準備はどうして。この前あの名古屋ミッドナイト走られて長めに積むことも意識されてる。そうですね、うん、で、あの時はいろいろ試したいこともあって、うん、名古屋だったんですけど、で、あと、まあ、ちょっと体的にも正直あまりいい状態ではなかったので、うん、全然噛み合ってなかったなっていう感じはしたんですけど、まあ、前回までには一応修正はできてきてるのかなって思ってます。で、このメンバーということで、なんかちょっと本当名前見るだけでこのオーラを感じるレベルの人たちになってきたからそうですね、うん、なんか大きいレースでは必ず走っているような選手ばかりなので、そうですね、まああとは自分の気持ちを強く持ってっていうのですかね。もう暑さとか大丈夫ですか。そのここはよく練習入られると思います。暑さは慣れないですね、うん、これはちょっとやっぱり他のところに比べてまた暑い。いや、いいですね、いろいろ回ってますけど我々もここは暑いですよなので、まあ、みんな条件は一緒だと思いますし、うん、あとはもうしっかりとその熱中症とかの対策として、うん、しっかりといい状態で走れるようにしたいなと思います。ちょっとぜひ地元の名古屋や中部の方、まあ、日本中世界中にファンはいると思いますけど、あのちょっと地元の人たちに向けるメッセージを強めにお願いします。はい、そうですね、今回しっかりと前回から1週間で仕上げてきたので、自信を持って落ち着いて一生懸命走りたいと思います。期待していてください